おはようございます、池上です。本日も毎朝の連続パイロットベログクルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、こちら、今取り外した状態ですけれども、TCA のボーイングエディションのヨーク、そしてちょっとここに隠れてますけれども、スロットルというところで、ちょうどですね1週間ぐらい前に、レビューっていうことで開封の動画をですねアップしたんですけれども、僕の手元に着いたのがそれよりも少し前のところで、まるまる1週間ぐらいですね、この TCA のヨークを使ってですねフライトをしたりっていうことができた中で、このヨークをですね買うべき人という場合ですかね、このヨークぜひおすすめですよという方、どういった方なのかというところをですね仕様レビュー含めてやってみたいと思います。はい、ということでですね、こちらのヨークなんですけれども、どこがまあポイントというかですね、これを買うべき人ってどういう人なんだろうっていうのをですね、改めてこう使用していく中で考えた時にですね、まずこのヨークタイプを持っていない、なおかつこれからですね、ヨークタイプトライしたいっていう方にはですね、まず僕はですね、真っ先にこれを、おすすめするかなというふうに思います。当然ですね、他のメーカーからも出ていますけれども、今回ですね、細かいところは以前のレビュー動画の方を見ていただきたいんですけれども、特にこのボタン類の配置だったりとか、この質感そのものがですね、他のヨークに比べても群を抜いていいなっていうのがですね、感じているところですね。なので、もう初めてエントリーモデルとしてヨークタイプトライしてみたいんだっていう方には、まず真っ先にこちらのボーイングエディションのヨークはおすすめという感じです。一方でですね、私はこう小型機しか飛ばしませんとか中小型機メインですっていう方でですね、ヨークを探したいっていうような方にとっては、これまでの従来版のヨークでも当然こと足りるのかなっていう、そういった印象を覚えますけれども、じゃあ例えば CRJ を飛ばしますってなった時に、CRJ の場合もボーイングと同様でですね、フロアからヨークが伸びているタイプのコックピットですよね。なのでそういった意味での前回も紹介したように、リジットにですね前後方向だけでエレベーターが操作するっていう、従来のヨークよりもこのボーイングタイプのいわゆるこう円を描いてですね移動するタイプのヨークの方がよりリアリティを感じながら操縦に没頭できるのではないかなと、そういった印象を覚えました。それからですね、このスロットルに関してもちょっと触れておきたいなと思うんですけれども、このスロットルですね、このボーイングエディションのものと、あともう一つですね、以前発売しているエアバスエディションのもの、どちらの方が僕たちにはおすすめなんでしょうかっていうんですね、そういったコメントであったりとか、アドバイスを求められるっていうことが最近何件かあったので、その点についてもお話ししておきたいなというふうに思うんですけれども、まず大前提として、このエアバスエディションとボーイングエディションっていうのの一番の違いはですね、ボーイングはこの滑らかにですね、すべてがフルストロークで動くっていう、もうこれ一択なわけなんですね。なので、ボーイングエディションとして楽しみたいっていう皆さんは、当然こちらを選ばれるといいと思うんですけれども、エアバスエディションの方はディテントの再現ですよね。このカチッカチッと、この止まるモーション。これが入ってくるっていうのをチョイスできるっていう部分で利点があるのかなというふうに思います。これエアバスもですね、実は背面のパネルをですね、こうドライバーで外して付け替えてあげるとスムーズに変更することもできるので、そういった意味で汎用的な部分も十分ありながら、エアバスらしい遊び方もできるっていう意味で、こちらのヨークも非常におすすめではありますね。ではそうなった時にこのボーイングエディションのスロットルっていうのが何がこうポイントなのかっていうと、もう何よりもですね、このリバーサーですよね。これがカチッと入ってくれるっていうのと、この持ち手に対してステーが伸びているタイプのリバーサー、これがですね、もうザ・ボーイングと言えばいいですかね、まさにこうボーイングらしい動きですよね。これを楽しみたいってなると、もうこのスロットル一択、これに
間違いないかなというふうに思います。どうしてもこれまで発売されてたスロットルでこの部分のリバーサーっていうのを再現できてるのっていうのはいわゆる一般向けに発売された中ではなかったはずなんですよね。そういった意味での新しさ、そういったところでこのボーイングエディションのスロットルっていうところは非常におすすめということになってきます。はい、ということでちょっとスロットルの方に脱線したんですけれども、改めてこのヨークの話に戻ってくると、先ほどの比較っていうところで同様にですね、このボーイングのヨークに関しても比較をしていきたいと思うんですけれども、ちょっと裏に隠れたところでエアバスエディションのサイドスティックっていうのも持っているんですけれども、じゃあこのサイドスティックとヨークタイプ、これもですねどっちの方がいいのかっていうのの比較っていうところをしてみたいなと思うんですが、この点に関して言うともう本当に好き嫌いというかですね、どっちが好みですかっていうのにですねもう本当に大別されるというか丸か×かみたいなところなんですけれども、まずヨークタイプが欲しいっていう大前提のもとにお話をするのであれば、このボーイングエディションのヨークっていうのは間違いなくおすすめなんですよね。で、一方でこのヨークタイプを選ぶっていうことは、先ほどのスロットルはもちろんこのヨークに加えてですねラダーを調達しなければいけないっていうのが一つポイントになってくるところかなというふうに思います。どうしてもですねなかなかこのヨークも安い買い物ではないので、ちょっとラダーまでは手が出ないよなっていう皆さん、もしくはちょっとこう筐体が大きいよなっていう皆さんには結構厳しい選択にもなるのかなと、正直に言うとそこがですね唯一のネガティブポイントかなというふうに思います。ただしそういったところをクリアできるのであればもうこちらを選んでいただくっていうので十分楽しめるのかなというところですね。一方で汎用的にシンプルにですねどの機体でも飛ばせるよっていうことを考えていくと、サイドスティックっていう選択肢もですね必ずしも悪いわけではなくて、例えばラダーをですねひねりのモーションで入れられるとか、そういったいいところもあるわけですよね。あとは筐体も小さいのでコンパクトにですね遊べるっていうのもポイントになってくるんですが、そういったところの制約を全て抜きにするならばヨークというところですね。はい、ということで今日はですねこの TCA ボーイングエディションのヨークを中心にですね話をしてみたんですけれども、本当にこのヨークに関して言うとですね唯一の欠点とも言えるのがこのスペースをちょっと取ってしまうっていうところとラダーの問題ですね。この2つをもうクリアできる方、そしてもうヨークで飛ばしたいという方にはですねもう本当に一択のそういった商品なのかなというふうに思います。当然これまでですね他社製品っていうのもいろいろ触ってきましたけれども、その中でも群を抜いてよくできた完成度というところはもう本当に再三になりますけれどもお伝えしておきたいなというふうに思います。それからスロットルに関してもですね、まあ、先ほど説明した通りで一長一短、当然あります。で、皆さんのこう用途に合わせてっていうところがまた大きくなってくるんですけれども、今回ですね特に、ヨークとスロットルセットで買うとですね多少、単体で買うのよりも安かったりっていうのもあるので、ちょうどこのホリデーシーズンにトライしてみたいなという方はですねぜひ購入していただくと面白いのではないかなというふうに思います。ということで今日はちょっとまとまりのない動画だったかなっていう気もするんですけれども、この手元にあるスロットル、そしてヨークっていうところでですね、まあ、これまで僕もいろいろなデバイスを使ってきた中でこのエアバスエディションのですねスロットル、そしてサイドスティックっていうのがこれまでのメインユースになっていたんですけれども、このボーイングの TCA ヨークが来たことによってですねまたこう飛ばせる機体の幅が広がったなっていうので非常に面白みが増えた部分でもあるので、ぜひ皆さんもサイドスティックタイプとこういったヨークタイプ一つずつぐらい持ってていただくと、もうすべて収録されている機体が遊べると言っても過言ではないと思いますので、もしよろしければご検討いただければと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。Walking around, believing my inflated eight brains figured it out.